フォルツァ愛媛 FC。 愛媛 FC とサポーターを力いっぱい応援しているフォルツァ愛媛 FC。 こんばんは、関一里です。さあ、愛媛 FC は24日日曜日アウェーでサガン鳥栖と対戦し、2対0で勝って3連勝を飾りました。この結果、愛媛の通算成績は7勝3分け7敗、勝ち点24、順位は8位となりました。この試合で今シーズンの第1クールを終えたわけですが、勝敗は五分。昨年より3試合多いので、まあ、一概には言えませんが、去年が4勝2分け9敗。これを考えると愛媛成長してますよね。それでは24日に行われました愛媛 FC の第1クール最終戦、第17節サガン鳥栖戦を振り返りましょう。アウェーで行われたこのゲーム、ゲームの主導権は相手鳥栖でした。望月監督は試合後の会見で、大変な試合だった、防戦一方の試合だったとコメントしたように、ボールを回し攻撃の形を作っていたのが鳥栖でした。まあ、ただ愛媛は粘り強く守りました。前のホームの仙台戦で前半完全に仙台にボールをキープされた愛媛、それでも粘り強くプレーし、結果逆転勝ちにつなげました。そんな展開を一度経験しているからこそ、それがこの試合にも生きたのか、まあ、全員が共通意識の中でしっかり守りました。するとチャンスは愛媛に訪れます。前半のロスタイム、ジョジマールが高い位置で相手のボールを奪い、内村にラストパス、これを内村がしっかりと決めて1対0。前半ロスタイムいい時間に愛媛が先制しました。粘って粘って1点を先制した愛媛、この勢いは後半にもつながります。後半6分には今度は金森のロングボールをミッドフィルダー横谷が受けてシュート、ゴールキーパーと競り合い倒れ込みながら決めたゴール、前の仙台戦でのアライルからのボールを受けてのシュート、これを彷彿とさせる得点でした。前半ロスタイム、そして後半の序盤と本当にいい時間に点を取った愛媛、結局この試合は鳥栖に愛媛の9本を大きく上回る16本のシュートを打たれながらも粘り強く守り、2対0で勝ちました。まあ、愛媛 FC の守備から入るというまず一つのコンセプトがしっかり生かされていましたよね。粘り強く守る、そして守備から攻撃への切り替え、まあ、ここを早くしたことでカウンターから得点が生まれた、まあ、今まで愛媛 FC がやってきたことがこのゲームに生かされました。これで第1クールを3連勝という非常にいい形で終えた愛媛、順位も8位となりました。さあ、いい勢いで第2クールに入っていく愛媛ですが、ちょっと怪我人が増えてきているんですね。まあ、主力組では、まあ、大きい英語高杉、そしてゴールキーパー川北、まあ、これらの選手がもうすでに今怪我で戦線を離脱しているわけなんですが、今週の火曜日にですね、ジョジマールが左手骨折で全治4週間になったと発表されました。実はこの怪我、22日の練習中にやってしまったということなので、前の鳥栖戦は骨折していながらゲームに出ていたんですね。さらに昨日木曜日の練習でディフェンダーの要アライール選手が肉離れを起こし負傷、ちょっとこのアライールの怪我は長引きそうです。まあ、さらに昨日の練習では前の鳥栖戦で非常にいいオーバーラップを見せていた右サイドバックの関根、またゴールを決めた好調横谷も別メニューで調整と、ちょっと怪我人が心配です。それでは昨日の練習後、望月監督に、まあ、第1クールを終えての感想、また第2クールに向けてのお話伺ってきました。まあ、満足っていうか、ある程度こう五分に行けたっていうのは、まあ、満足って満足なんですかね。いつものクールと比べてなかなかね、第1クールいつも我慢我慢で終わってるところだったんで、まあ、我慢なりに自分たちが終わり頃ね、ちゃんと狙い通りできてたんで、まあ、それは結果にもある程度終わりもつながってきたので、はい。まあ、本当ベンがいない中ね、攻撃もこうある程度機能しだしてきたし、ちょっとベンが抜けてなかなか攻撃機能しなかったんですけど、まあ、だいぶ機能してきたし、なんか逆にアラがいない中ね、こう守備の方機能できるようにしたいと思います。今までやってきたことをこう積み重ねていくつもりでいますけど、
でただもう攻撃の狙いとか守備の狙いはある程度こうやってほしいことはもう選手にはとかチームのやり方を伝えてあるんで、まあ、そこを積み重ねていくしかないのかなと思いますけど、まあ、あとは球際とかこう、ね、そういう切り替えとか、もっともっとより厳しくいけたらなと思いますけど、まあ、積み上げていく形しかないのかなと思いますけどね。ただちょっと怪我人があらとかね出てるんで、なかなかベストで組めるかどうかっていうのがあります。今5部で来れたんで、基本的には5部よりちょっと上ぐらいには行きたいなと思いますんでね。最悪でも5部でちょっともう一回、でもいいのかなとは思いますけど、どのチームとやってもこうある程度試合はできてると思うんで、あとは守備の狙いとか攻撃の狙いがちょっと対戦相手によってね変わりますんで、その時 にどう狙いを統一してやれるかどうかですね、ちょっと計算ができんですねだんだんぼやきっぽくなってきました望月監督のコメントなんですが、まあ本当にちょっと怪我人が多い今の愛媛市です。まあ、ただ先ほど言っていた別メニューだった関根と横谷、この2人木曜日の時点では明日のゲームには戻ってこれそうだということでした。そして昨日負傷したアライールの代わりには芝小屋が入りそうなんですが、まあその芝小屋はやってくれるでしょうと望月監督おっしゃっていました。そして手を骨折しているジョジマールなんですが、昨日も元気に練習をしていました。まあ手ということもあって、まあもちろん痛いでしょうが、これ試合には出てきそうです。練習後にはちょうど昨日行われましたチャンピオンズリーグの決勝でジョジマールの大好きな江藤選手が活躍したということもあり、江藤なんてね楽しそうに話していましたからね。まあ、怪我人は多くてもその分選手のモチベーションは今高いんです。俺がやらなきゃいけないというような一人一人が強い思いを持って練習に取り組んでいます。そしてゲームでもモチベーション高くやっています。逆に今のこの苦しい状況がチームを一つにして戦わせているのかもしれません。